はい、ということで市役所のところに戻ってきました。そしてタグマンの家にも戻ってきました。そうです、縦穴式住居、私のお家です。でも昔ほんとじいちゃんばあちゃんちこういうわらぶきだったからね。あながち嘘じゃないっていうか、そうそうそう、昔のうちはねこういう感じだったからね。こう感じでもないけど、まあわらぶきでしたからね。さあ公園のね、お散歩コースができましたけども、なんか憩える場所が増えるのはとてもいいことなんじゃないでしょうか。すれ、ね、違った人もね、うん、お気持ちいいですって言ってたんで、ね、ぜひ皆さんも、はい、蓮田市役所にもし来ることがあったらぜひ黒浜貝塚 の, この公園まで、ね、遊びに来ていただければと思います。今年間ね、式典に司会依頼来るんじゃないかっていう噂がちょっとあったけど来なかったね。ああ、はい。まあ、それこの時代ってことで。大切にしろよ、広報大使も。心の声もね。じゃあねー。